クトゥルロワイヤルの正しい戦い方監修 BR 法推進委員会。白岩学園3年 B 組の皆さん、こんにちは。今日皆さんは幸運にも今年度バトルロワイヤルの対象クラスに選ばれました。おめでとうございます。ではこれからお姉さんがルールについて説明します。よく聞いて正しく元気に戦ってくださいね。今皆さんが来ている場所はこんな形をした無人島です。周囲は10キロぐらいで、住民の人には出て行ってもらって、あれもいません。島はこのようにたくさんのエリアに分かれていて、先生がこれから午前と午後の0時と6時に放送を流します。放送の中ではどのエリアが何時から危ないということを教えますから、もしそのエリアの中にいる人がいたらすぐに外に出てください。なんで危ないかというと、はい、そこで皆さんにつけてもらってるこの首輪です。この首輪は完全防水、耐食性で絶対に外れません。内側のセンサーが心臓パルスをモニターしていて、皆さんの位置や行動を正確に電波で教えてくれます。制限時間を過ぎてもまだ禁止エリアに残っていたり、不穏な行動をとっている人がいたら識別して逆に電波を送ります。すると首輪は警告音を発し、ボンって爆発します。無理に外そうとしても爆発しますので、絶対にそんなことしないでね。あ、それからもう一つ大事なこと、このゲームにはタイムリミットがあります。3日間です。3日戦っても最後の1人が決まらない場合、全部の首輪は自動的に爆発します。優勝者はありません。せっかくだからみんなベストを尽くして戦って、絶対にそんなことにならないようにね。それではこれから一人ずつ教室を出て行ってもらいますが、その前にこのバッグを渡します。中には水と食料、地図とコンパス、懐中電灯と武器が入っていますので、後で各自確認してね。あ、女の子とか困るから私物守っていっていいですよ。武器はそれぞれ違うものが入っています。銃やナイフとは限りません。適当に配るから当たりもあれば外れもあります。これはハンデをなくすためです。これは大当たりですね。バトルロワイヤルの正しい作り方監修 BR 制作委員会、大泉学院スタッフの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。明日監督は幸運にも70歳の誕生日を迎えることになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ではこれからお姉さんが撮影のルールについて説明します。よく聞いて正しく元気に撮影してくださいね。袋の中には飲み物と台本、それから武器が入っていますので、後で各自確認してね。60日間です。
Happy birthday.